皆さんおはようございます。妙高220ポンド体重100キロの松原妙高です。ほぼですね、私の株、完成しましたので、まあ、これがね最終だとは思ってませんけれども、ほぼ考えていたのは完成したということで、改めてですねご紹介したいと思います。クロス株って出てますけれども、ここですね、クロス株のですね、この色が私、欲しかったので、この色にするためにですね、クロス株のこの部品をですね取り寄せて、取り付けております。ヘッドライトもですね、まあいつもの JA61 ですと、この辺りにですねついてるわけなんですけれども、ノースウィング JC のですね、キャリアですね、これフロントキャリアに付け替えてライトをここに移植しました。で、同じような色にですね、色を塗り替えております。同じようにこのカバーもですね色を塗り替えております。これはですねディスクブレーキのカバーですね、これも塗り替えております。で、ライトはピアのライト、補助灯をつけています。視認性を良くするためにですね、ここに反射鏡を取り付けてますね。レッグシールドはですね、これ書いてもらいました。マジックインクで書いてありますので、ね、どうしても色がだんだん薄れてくるんじゃないかという話はありましたんですが、まあそれを了解して書いておりますので、こんな形になっております。あとこちらですね、ブレーキ若干ね、なんていうんですか、私の場合遠いと感じましたのでね、調整できるものに取り替えております。まあ、これ、こんな時にもこういうふうに下からの力にね、こう逃がすというような機能もありますので、倒れた時の破損ということも少なくなるんじゃないかというふうに思って、フロントのこれシールドですね、シールドですけれども、横から見ると分かりますかね、ちょっとねこう反ってますね。これによって風の流れがですね直接顔に来るというようなことが少なくなってるんじゃないかというふうに思っております。これもノースウィング JC のですねオリジナルの商品です。ドライブレコーダー前と、それから、後ろですね、後ろに、ついております。サイドのですね、初めつけてなかったんですけども、サイドバックのステイですね、これをですねつけております。これもですねノースウィング JC のオリジナルのものです。さらにこのナンバープレートを強化するために、ここからナンバープレートの裏までステイを入れまして、強化しておりますね。72リットルのアルミのボックスです。これはですね、まあ水タンクを積んでもいいですし、それから予備のガソリンをですね積むということができるということになってますね。で、これはこのアルミですけれども非常に薄いんですよ。見た目本当に薄くてペラペラなもんですから、あまりねここに荷重かけますとこれがボコンと取れちゃうということで、正直なところを言いますと、このステーの上に何て言うんですか、乗せて下にかかる荷重というのはほとんどかからないようにしてというような工夫がなされております。あとこの色ですけれども、できるだけこの車体の色に近づけたいとは思ったんですけれども、まあ、この辺が限界でして、これ一回ですね張り替えてます。ちょっとこの辺シワが来たり浮いたりしてましたので張り替えてもらってますけれども、現状は今何ともありません。これもですね泥棒さんのよく泥棒のイメージなんですけども、カラクサ模様ですね、にしてもらってですね、グラデーションかけて、これもですねオリジナルのものでございます。あと、オーディオディスプレイですね、これはアクセサリーと連動しておりますので、スイッチを入れますとですね立ち上がってくるというふうな形になっています。今ちょうどちょっとですね携帯電話持ってませんので、読み込み中ということで、読み込んでおりますけれども、繋がらないと思います。これがですねドライブレコーダーの GPS の機能ですね。はい、であとこれシールドですね。なかなか今までなかなかこのものがなかったようですけれども、今はまあほぼ純正のようにして売ってるという話ですので、ちょっと探していただければあるかと思います。これまあこれが例の後ろのですね、まあいわば何て言ったらいいんだろう、サイドブレーキのようなもの
ですね、坂道のところに止めるときとかですね、ちょっと荷物多めのときはこれをかけておけばほぼ動くことはないだろうというふうに思います。で、あとカメラをつけるためのですね、マウントのようなものが、このメーター周りですとこことここにあります。あとこの先端にありますね。それから、レッグシールドの下、ここの位置、反対側にもあります。それから後ろですね、後ろから撮る時のためのものですね、ここにもついてます。このような形で、撮影とかですね、そういうものをしていきたいというふうに考えております。一応ですね、これ、蓋をして鍵がかかるようにはなってますけれども、なんちゃってというような鍵でございまして、あまり、信頼はできません。大切なものはですね、やはり出しておかなければなりません。で、あとここに取ってありますけれども、これ、まあ、私自身の思いなんですけれども、先ほど申し上げましたように非常にこれ薄い、ものでして、荷物いっぱいにしてね、持つと多分ね、抜けてしまうんじゃないかなというふうに思ってます。でいつも持つときは下を持つようにして、しておりますけれども、まあ、これ外してね、アパートって言いますか、旅館などに持ち込むということも、まあ、ほぼないので、とオートディスプレイの方は一応ですね、取り外しができないことはないんですけれども、常時つけっぱなしのような形でしております。マフラーのですね、この部分ですね、シルバーのメッキに変えております。エンジンって言いますか、オイルにはですね EPL っていうですね、添加剤をいつも入れるようにしております。こんなところでしょうかね。サイドバック、ちなみにサイドバックはですね、防水のバッグ両側につけられるようになってまして、紐でですね、この荷台の上を通すようなね、そんな仕組みになってますね。で、その際このボックス一回外してですね、取り付けなければなりませんので、旅先などで荷物の出し入れっていうのは非常に、なんて言いますか、面倒でして、バッグの中にですね、インナーバッグって言いますか、そんなようなものを用意してですね、それを取り出そうというふうに思ってますね。網網ですね、はい、つけてます。あと、どうやってつけようかなと思ってるのは、どこにつけようかなと考えてるのは、エアバッグですね。エアバッグのですね、一部固定しなければならない部分があってですね、それを、まあ、どこにつけるかなって今、撮影しながら考えてます。この荷台ですね、ベトナムキャリア。ここにですね、便利なものがありまして、ちょっとですね、トートバッグのようなものですから、ここにくるくるっとね、巻きつけるようにして取り付けておくと、まあ、あとはこの膝でですね、挟み込むような積載方法、もしくはこれでちょっと押さえるようなね、やり方で、ほぼ落ちないと思います。はい、というようなことでございますが、改めて、私のですね、アブカブプロ、ノースウィング JC タイプ4っていうタイプですね、紹介させていただきました。またこれに乗ってですね、あちこち出かけてみたいと思います。皆さん、どうかチャンネル登録、いいねの評価よろしくお願いいたします。ありがとうございました。